日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日も結婚に関係のある言葉を皆さんに紹介します今日の一語は「縁がある」です縁とはもとは仏教の言葉です物事はまず本質的な原因があってそこへさらに 縁という間接的な原因が関わることで起こると考えられていました。この言葉は今は主に人同士や出来事との巡り合わせやつながりのことを言うのに使います。ですから縁があるというのは人と人や人と物事の巡り合わせに運命のような必然性があることを言います。例えば 職場で苦手な高野さんと一緒になってしまったが、これも何か縁があってのことだと思う。母に勧められ、仕方なくお見合い写真を開いたら、昔憧れだった部活の先輩でびっくりした。話はトントン拍子に進み、この秋、結婚することになった。ご縁があったということだろうか。というように使います。 1>, 1つ目の例は苦手な人が職場に来たが同じ職場になったのにも何か意味があるはずだと自分に言い聞かせている文です一方2つ目の例はお見合いといって結婚相手を探す目的で男女が対面し知り合うという場面で使われています人がただ会って一緒に生活することにも 何か縁があるのだと考えるならば結婚は一生を共にすることですから結ばれる2人にはよほどの縁があると言えそうですよねちなみに同じ「縁」という字を使った言葉に「縁談」がありますがこちらは「結婚に向けての話」という意味の言葉です反対に巡り合わせに必然性がないことを「縁がない」 と言います例えば先方から断りの連絡があった素敵な人で私はこの演壇に乗り気だったが今回はご縁がなかったということですっぱり諦めようというように使ったりもしくは A 社の面接に臨んだがお祈りメールが届いたきっとご縁がなかったのだ仕方がないというように 就職についても言うことができますこのように何かがうまくいかなかった時に自分や相手を元気づけたり割り切ったりするために使われることの多い言葉ですところで例文で使った「お祈りメール」については第146回で詳しく説明していますから気になった人はぜひ聞いてみてくださいねさて どううだったでしょう皆さんの国でも「ご縁」とよく似た言い方はありますかところでこの「ご縁」という発音はお金の「ご縁」と同じ発音ですよね。このことから神社やお寺にお参りしておさ銭を入れるときに神社やお寺さんともしくは幸せと「ご縁がありますように」という意味を込めてよく 五円玉を入れてお祈りすするんですよ。皆さんももし機会があって何かお祈りしたいことがあったら是非試してみてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良いい一日をまたね